ピースアンリミテッドクルーズ、波に揺れる秘宝。あれを見てください。巨大な竜巻の中に光るものが。お宝か。でもこれ以上は向かい風で進めねえ。ウソップ、おめえ、よしやってやるぜ。ほう畳め。ソルジャードッグシステムチャンネルゼロ。オーラエンジンパドルシップサニーゴー。もう一人来た。ラッキー。おう、スーパー任せとけ。空洞バースト。ステップを飛行した。なんとピストル。システム起動。知的生命体の接触を確認。誰だお前、ちゃんとした言葉話せよ。視覚者の個体名を確認。モンキー D ルフィ、あなたはプレゼントを受け取りますか？はあ、何言ってんだお前。なんかくれるって言うんならもらってやるけどよ。了解。プレゼントの受託を確認。視覚者の周辺情報をもとにデータの構築を開始します。あれ、ここどこだ？そうだ、俺のプレゼントだ。かぶり、なんだお前。ようこそ希望の島へ。おお、なんだこれ。今なんか喋ったぞ。これからあなた方には4つの島を巡り、いくつかの試練に挑戦していただくことになります。その試練によって得られたデータをもとに、あなた方にふさわしいプレゼントが最後に用意されます。詳しいことはこれを読んでください。あなた方に分かる言葉で出力しておきましたので、後で読んどく。皆さんが掴み取るのはどんな宝物でしょうか。さあ、最初の島へ。 Here we go。 最初の島、一体何？なんだ？あのバカでけえ木は。昔話に出てくる世界樹みたい。あんな木ほっとけ。それよりルフィだ。ルフィはどこに消えた？溺れ死んだのかしら。縁起でもねえことを言うんじゃねえ。ルフィの野生は俺なんかよりずっとすげえんだ。ルフィが死ぬなんてことあるわけ。そうですよ、あのルフィさんが死ぬもんですか。死んでるのは私だけで十分です。ほら、耳を澄ませばルフィさんの声が空から。空、まさか天国では。うわー！見て、海から島が。今はルフィの方が先決だ。あの島に急いで向かうぞ。とりあえず二手に分かれてルフィを探しましょう。そうだな。じゃあいけーい。私も美しいお嬢さん方とご一緒したいです。俺は構わねえぜ。そのバイクコックと離れられるなんて。お前と一緒なんだ。俺の方からお断りだ。そんなにも。たちは黙ってなさい。とりあえずフランキー、ゾロ、サンジ君と私が組んで、もう片方はチョッパー、ウソップ、ロビン、ウルックってことでどう？怪しさナミさんが決めたのならそれで結構。バカ。俺はどっちでも構わねえぜ。おい、明らかにお前の方に戦力偏ってねえか。気のせいよ、気のせい。じゃあ、私たちはこっちに向かうわよ。ゾロとサンジがいねえのは不安だけど、こっちはウソップがいるから安心だな。まあな。お前ら俺から離れるなよ。いてててて、どこだここ。あれ、さっきのやつどこに行ったんだ。お、あいつらだ。おーい、俺はここだぞー。うひょー。